こんにちは、前世猫男です。いつもご視聴ありがとうございます。本日の動画は海外旅行へ行く人に向けて海外ホテルを安く予約する方法を紹介していきます。私がいつも海外へ行く際にどのようにしてホテルを取っているのか、予約する際の注意点、予約する際に利用するサイトなどを紹介していきます。それでは早速紹介していきます。レッツゴー。では早速ちょっと画面共有をしながら、予約について紹介していきたいと思います。では早速予約をしていきたいと思います。でまず目的地、宿泊地を入力していきます。今回はちょっとお試しでこのバリ島にあるサヌールっていうところを選びます。で日付が12-13で、人数が選べます。大人2人で、もしお子さんいる場合はここをプラスしていく感じになります。で最安値検索で検索していくとこんな形で出てきます。ずらーっと今491件ですね、出てきます。でこんなの一個ずつ見ていくと本当にキリがないので、まず絞っていきます。で絞り方についてなんですが、まず金額を絞っていきます。で例えば今回ですと1泊2万円以下がいいかなっていうので2万円と入れてみましょう。そうすることでちょっと減りましたかね。で続いては今条件絞り込みのここに出てきてるんですけども、一番大事なのはこれです。宿泊者評価、これがですねちょっと下に行っていただくとこんな感じで口コミスコアっていうのがあります。でこれは過去宿泊した方が口コミに書いた評価を基づいて各ホテル出てきます。ちなみに今ここに出てるんですけど、この満足表、非常に満足と出てますが、これは 8.6、 8.6、 8っていう感じになるんですけども、これがめちゃくちゃ重要になりまして、できれば皆さん8プラス以上選んでください。8プラス以上じゃないと正直かなり後悔します。というのもこの7プラス6プラスっていうのはもうこのアゴダの中においては非常に厳しいところです。はい、決していいとは言えないような感じのホテルになります。過去1回そういうところで泊まったことあるんですけども、案の定評価通りでした。なのでこの口コミスコアは非常に大事なので8プラス以上選んでください。で続いてはちょっと下に行きますね。このロケーションっていうのも場合によっては必要になっていきます。例えば中心地に近いところがいいなっていう場合はこの9プラスだとかなり中心部に近くなります。で8プラスだとまあ、ちょっと離れてるけどそんなに苦はないかなっていうところで、7プラスだとちょっと遠くになります。なので場合によっては車が必要とかバイク必須とかっていう項目になるので、まあ大体8プラスを目安に押していくといいでしょう。であと私が重要視しているのはこのキャンセル無料っていうところです。これは例えば自分の気分が変わってしまったりとか、もっといいホテルを見つけてしまってそっちに泊まりたいなってなった時にキャンセルが無料じゃないとそのまま実費かかってしまうことがあります。キャンセルした時点で予約した時の金額全部もらいますよっていうところも結構多いので、ここはキャンセル無料を私はよく選択してます。であと細かいところですね、朝食込みとか夕食込みとか、あとは支払いをいつにするかとか、であとホテル内の設備ですね。今回ちょっとプールが欲しいと言われてるプールと、まあ、海外だと禁煙が多いんでしょうけど、たまにタバコ吸える部屋もね、これ禁煙にしておきましょう。であとは場合によっては空港葬儀する人はここもクリック必要ですし、あとはインターネット、これは Wi-Fi のことですね。 Wi-Fi も必要だったらここに入れておきましょう。
ということで今検索をした結果ですね、ここを該当絞り込みした結果131件まで減りました。こんな感じで絞り込みをしていきます。あとはですね、今ちょっと追加したんですけど、これシングルベッド、ツインベッドとか、あとこちらですね、クイーン、キング、もうベッドサイズも選べます。まあ、あの家族とかね、あのカップルで行く場合はそんなに気にしなくてもいいんですけども、男同士とかなってくるとダブルベッド嫌ですよね。一緒のベッドに寝るのはなかなかきついんで、ここはツインベッドを選べるホテルを選択するといいでしょう。ちなみに今回、まあ、あのこれ実際私サヌールに泊まる予定があって検索してるんですけども、男2人で行きます。なんで一緒のベッドは嫌なんでツインベッドに選択しました。で、ある程度絞れたら今度地図から探すっていうのを押してみましょう。で、今地図から探すを押すとこんな感じで該当したホテルがバーッと出てきます。で、おおよそどの辺にホテルがあるかっていうのはこれで一目瞭然です。ちなみにこのサヌールにはあのね、タイにもあるアイコンサイアムと姉妹のアイコンバリがあります。なのでアイコンバリの近くがいいなーってなったらここにあるので、この辺のホテルを選択するといいです。こういう見方もすると非常に便利です。どこにホテルなのかが一目瞭然です。で、今選定したホテルをいくつかピックアップしました。これはグランドパレスホテルサヌールバリというところで、まあ、どんなプランがあるかなーっていうので見ていくと、これだとデラックスルーム、プールビューで、ここに希望のベッドっていうのがあるんですけども、今回の場合シングルベッド2つにするとこれツインになります。で、お、ここのホテルは朝食が無料です。で、キャンセルも可能。そして値段が2人で8172円ですね、になっていきます。で、部屋どんなんだろうってなった時はこのお部屋を見るやるとこんな感じ。もう非常に綺麗ですね。全然問題なさそう。もう一個だけ見ていきましょう。今度はアートテルサヌールバリっていうところで、こちらは、あ、そうですね、これだとキングベッドもしくはダブルベッド1台になっちゃうので1個のみになります。それじゃないよーってなると、どんどん下の方にスクロールしていくと、あ、出てきましたね、スタジオ3でツインベッドっていうので、こちらこんな感じでツインの部屋が出てきます。で、こちらはこちらも朝食は2名分ついてて Wi-Fi もあります。ただキャンセルが、あ、ここにちょっと切れちゃってるんですけど、キャンセル手数料無料です。なのでこれもキャンセルが可能です。ただちょっと早いですね。9月の19までならキャンセル可能、それ以降はちょっとお金がかかってしまうのでここは要チェックです。ちなみに下にするとこれ10月5日、ここまでならかかりませんよっていうので、一応値段がちょっと違いますね。だいたい1300円ぐらいかな、違ってきます。こんな感じでプランはいくつかあるので、よくここはチェックしておいた方がいいです。で、先ほど言ってた一番大事と言ってる口コミなんですが、アートテルサヌールは 9.0、 なかなかないですね、これ 9.0 っていう、すごい。ちなみに先ほどのグランドパレスさんは 8.7 っていうので、まあ、非常に高いです。じゃあちょっとこの 9.0 どんな口コミあるのか見ていきましょう。これは各国の方がもう口コミを書いたのがずらーっと並んでます。もうベタ褒めですね、このアメリカの方、アリソンさん、もう最高だと、強くおすすめすると。あらら、またアリソンさん出てきたね。ヒュンさんもすごくいいと絶賛。
タイの方ももう絶賛してますね。あ、日本人の方も出てきましたね。で、実際これこんなこともできまして、例えば日本語っていう選択肢を押すと、日本の方が泊まった時の口コミが見れます。正直ね、アメリカの方とかね、まあ、別にタイの方でも全然いいんですけども、まあ、日本の方のコメントが一番、まあ、日本人に感覚に近いので非常に参考になります。で、人によってはすごいね、これ良い悪いって形で分かりやすく書いていただいている方もいるので非常に参考になります。こんな感じで、あら、ちょっと低めですね。まあ、ただこれはあくまでも参考にする程度がいいです。これを完璧うなみにしていったら、あれ書いてたよりあんまりだったとか、逆にまあ悪く書いてあったけど良かったなんていうのもあるので、あくまでも参考程度にここは見てください。ただね、非常にリアルな感想がね見れるので、ここはぜひチェックしてください。じゃあいよいよこのアートテルサヌールバリに泊まろうかって思ったらですね、まあそのままここで予約もできます。予約もできます。ただね、そのままやっちゃうとね、まだダメですよ。こっからもしかしたら下がるかもしれないので、まずコピーをします。そして Google マップを開いてください。で、 Google マップに先ほどのホテルをコピーペーストするとホテルが出てきます。で、先ほど日付ですね、10月の12、13にしたら12、13にしてみましょう。そしたらですね、アゴダ以外にも実際エクスペディア、ブッキング .com、ホテルズ .com とかですね、いろんなサイトが正直あります。一番見やすいのはアゴダだったので私はよく利用してるんですけども、もし皆さん何かね、ここのサイトがいいっていうのがあればそこでチェックしてみてください。ただですね、これを見てみるとわかるように価格差がかなりあります。で、見てみると、こんな感じで、アゴダは 19,201 円なんですが、ブッキング .com も 14,000 円、エクスペリアももう 14,000 円近く、ホテルズ .com も同じ感じなので、かなり価格差があります。で、実際これクリックしてみましょう。はい、じゃあ出てきました。さあ、これをクリックしてみます。あ、違った。はい、では実際クリックしていきます。はい、そうすると出てきました。で、私がなぜ Google マップを一回挟んだかというと、見ていただきたいのがここですね。はい、ご覧ください。同じツインスタジオ30ツインベッドです。最安値が 12,997 円に対して Google マップが行くと、なんとキャンセルできない場合だと 11,517 円。これはまあキャンセルできないっていう条件があるので仕方ないんですけども、その下 11,904 円。あれ、アゴダのサイトを直接行くより Google マップっていうのは安い。そうなんです、これはすごく落とし穴があって、実はアゴダから直接サイトに行ってサイトから予約するとこの値段なんですが、なぜか Google マップを使うことでこの値段になってきます。その差は1,000円、大きいですよね。これ私も全然知らなかったんですけども、まあ、SNS とかで見かけてやってみたら実際これぐらい価格が違ってきます。1,000円あれば正直、まあ、バリ島であれば一食余裕で食べれます。こんな形で値段も違ってくるので、一度自分の使ってる予約サイト
で検索していいホテルが見つかったら Google マップを経由してみてください。こんな感じで価格が落ちます。あとはね、アゴダに関してなんですけども、なんか噂でよれば、アゴダに直接サイトにログインして予約を進めるよりも、ログインしてない状態で検索をして予約を進める方が安いとかっていう、そんなのも噂で聞きます。なのでいろんな方法で見てみて安く取れるのがいいのかなと思います。なのでぜひこれを試してみてください。ということで、海外のホテルの予約のざっくりとした紹介をしていきました。今見ていただけると分かるように、値段は最終的にあんだけ差が出てきます。なので一手間二手間ちょっと必要になってくるんですけども、これが例えば3泊4泊とどんどん泊数が増えていくと、その分1000円2000円3000円と大きく変わってくるので、ぜひねこの方法を試して予約していただければね、現地で使えるお金も増えてみんなでハッピーになれます。ということでご視聴ありがとうございました。ぜひね役に立ったよという方は高評価、そしてコメント、チャンネル登録いただけると嬉しいです。それではまた次の旅でお会いしましょう。バイバイ。